がっかりだね。もうそんな急に一休さん出されてもやる気ゼロだね。番組始まってほんの20秒でもうこの僕らの有能なスタッフどもが初歩的な間違いでもうチーンって。それ確かに池田は捜査も亡くなったことだし ね、そういう凛の鐘を鳴らしたい気もわかりますけどね。まあがっかりだね。あのね、今週は本当にいいことなかったね。まず一昨日、俺のあの愛車マウンテンバイク、人呼んでセプテンバーインタレスティング号2 あれの泥よけさないさ。なんかさ走っててさ、乗るまで分かんなかったね。乗るまで分かんなかったんだけど、で俺最近そのマウンテンバイクをね、小賢しくも痩せるために乗ってるですよ。でずいぶん愛着湧いてるです。でね、乗ってる間は分かんなくて、でいて俺子供だから基本的にさ、水たまりとかさ、それ道路の端っこのとこに泥のとこあんじゃんか、ああいうとこあったらそれは通るわな。な、俺この少年の心を忘れない男だから、いつまでたってもだから通るわさ。通っていつもだったらシャーってコーヒー牛乳みたいな水が両方に分かれてね、なんかね、俺もうぜっていう感じのなんか展開になるさ。普通はこの泥水が真ん中分かれて、その飛び方がさ、飛び方とかこうもうぜなのに、なんか俺の後頭部に水がかかるじゃねえか、それがさ何俺と思うじゃん。そこで気づいたさ、泥除けがないさ。俺でもさ、がっかりですよ。ずぶ濡れですから、ずぶ濡れで、雨も降ってねえのにわざわざてめえの入った、勝手に入った水たまりでずぶ濡れになって走ってさ、ほいでその後何やったな、がっかりな。でそれでテレビ局行ったさ。でテレビ局行ってシェイプアップガールズかなんかと一緒に仕事さ、それ心も晴れようもんだよ。シェイプアップガールズと仲良くなれりゃな、4人のうち2人可愛いしさ、誰と誰かは言わないけどさ、心も晴れるさ。それをさ、いきなり、まあなんか細かい話は別だ、そんな面白くないんだけどさ、シェイプアップガールズ&伊集院光チームと、まあどれぐらいすごい豪華なメンバーかと、司会が田代正史、榊原郁恵さ、もうこれがすでに豪華じゃんか。で3チームあるの、3チーム。1チーム目、ここがまあ第1チームとして紹介されるってことは、一番この番組のメインになるチームさ、加トちゃん早坂芳恵チームな。なで、そ次が俺シェイプアップガールズチームさ、で3組目が三重春林家菊姫チームっていう、もうすごいゴールデンしかありえない番組さ、これ。ここに泥だらけになって向かってるさ俺はね。でもまあシェイプと一緒だしとね、いうことでその仲良くなればね、それなりにまたその泥除けを取られた以上の楽しみがあると思うじゃんかさ。ほいでいて、番組第一声ですよ、田代正史さんが。じゃあまず最初のチームは、加藤ちゃん、早坂芳恵チーム。なんで、それじゃあ、加藤ちゃんの方から意気込みを、ヒッピーって、ああ、すごい。またやってんだ、加藤ちゃんと思いながら。こんなん聞いて、じゃあ続いては伊集院シェイプアップチーム、意気込みを、なんて。もうシェイプと仲良くしたいから褒めたくてしょうがない、シェイプのナイスボディのこととか。その時に出た俺の第一声、ね。いや今日はね、CC ガールズと一緒のもんですから、シーメンバー全員ドッ引き。それからこの番組の収録が6時間。がっかりも。そらエロスを極めるさ。もうね、子供服も作るさ。ねえ、離婚を認められずにねえ18年間連れ添うさ。ねえ、もうねえ、ダメだね、その気の弱さっていうか、俺のね、どんなにこんなラジオでね、とりあえず聞いてる君らに対してね、君らがとりあえずハガキとか書いてくれるおかげでね、どんなにふんぞり返ってとこでね、
俺根はすごい気弱くて、なんかそういうやついるじゃん、絶対シェイプアップって言っちゃダメ、あの言わなきゃダメで、絶対 CC って言ったらダメなんだ、そういうのは。同じジャンルの、しかも事務所もね、似た同じ事務所でさ、系統が似てるタレントには一番傷つくことだから、絶対言っちゃダメだダメだって言う思えば思うほど言うタイプのやつっているじゃんか。絶対間違えると間違えたらダメだよ、ここは間違えやすい引っ掛け問題で出るから、これだけはっていうのを間違えるやついるじゃん。もうなんで勝負弱いタイプっていうの、こう何テストとかやってもマークシートがずっとなんか3が連続でこうやって塗られてて、こんなに3ばっか連続では塗らねえだろう、どれかこれ2のやつもあるよな、じゃあこれ4番目のやつ2するかっていうと、これ4番目のやつだけ3で他が全部2っていうタイプのやつ、そういうやつなんだな俺な、多分な、間違いなくそういうやつだもん。これはもうそれでさ、俺の自分の何その虚勢は張っても気の弱さ、青山ブックセンターってあるよ、六本木にさ、青山ブックセンター、あの要するに本屋だ、ずっと長くやってる本屋だ。で、あの本屋に仕事先から仕事先に寄る途中にちょっと時間があったから、途中でタクシー降りて、マネージャーは先に日本テレビの方に行かしちゃって、俺青山ブックセンターでコンピューターの本買ってくからって言うんで、まあその日ね、その青山ブックセンター行く前にもうすでにコンピューターの本を2冊買ってたんだけど、その時に買うか買わないか躊躇したっていう、もう2冊を青山ブックセンターで買おうと、やっぱり買ってから日テレに行こうと思って、そうだな、あのキヌタスタジオから日テレに移動の途中かな、一人で青山ブックセンター降りたですよね。おいで買おうと思ってるもう本は、さっき買うか買わないか迷った本だ、もう分かりきってる本だから、パッと2冊取って、今日発売の本2冊こう取って、レジに行こうと思ってポケットを手探ってたら、俺キヌタスタジオであの衣装に着替えて衣装のまま日テレに行ってるから、自分のズボンじゃないのよ、だからここに金がないのよ、一銭も金がなくて、でその時にすぐに気がつかなくて、あれ金がないやと思って、そうだ後ろに背負ってるあの D パックの方に入ってんだと思って、その何いろいろこう本置いてある上で D パック置いて、 D パック中開けて奥までこうやって探したんだけど、奥まで探す時にこれがまたバカでさ、前に買った本をそのいっぱい積んである本の上に置いて、D パックを奥まで探して金がなくて、でその本をまた D パックの中に戻して、小脇に抱えて今買おうと思った本は、あそうだ俺金持ってないからっていうんで元の場所に戻してる、元の場所に戻してレジに行く途中にもう弱気やねん、うわ俺絶対これ万引きと間違えられるわ、買った証拠何もないし大体不審じゃんかと、さっきまで絶対にこうレジに行くと見せかけてるカモフラージュ行動じゃん、どう考えてももう どう考えてやってることが おかしいじゃんか、だってなんかこう何あのちゃんと話し合いで解決するっつってのにトンネル掘ってるぐらい怪しいじゃんそれは。でもうで考えれば考えるほど、いや俺はタレントだね、タレントだね、いろいろ曲がりなりにも緑に塗ったりしながらね、デブネタを駆使しつつテレビに出てるタレントで、みんなそれも知ってるはずだと、タレントがまさかねそんな1000円そこらの本をね2冊万引きするわけじゃないから、堂々としてれば、いやもう何やましいことなんか何もないんだから、何もないんだから、もう表までまっすぐレジの横を通って出りゃいいじゃん、もともと自分の本持ってるだけだし、買おうとした本置いてるんだ、いいじゃねえかと思えば思うほど足と手が同じ方向が出てんだよ、もうなんかもうあんたチャップリンっていうような歩き方になってんのよ、どう考えても、うわどうしよう、またまたすっごい悪い方に考えちゃって、入り口のところでこう止められて、ちょっと防犯カメラ見てみましょうって言ったら、俺が D パックの中から自分の持ち物の方を出すとこから映ってればいいよ、出すとこから映ってれば、だけどしまうとこから映ってたら俺はどうするとか考えたら、もう心臓バク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 言い出しちゃって、もうどうしようもなくなっちゃって、携帯電話でマネージャーお金持ってきてくれないかなって、お金持ってきてもらっちゃってさ、なんかねそういうのやってる時にね、がっかりだよ、なんか俺の29年はがっかりだよ、もう特急がっかり、今の初狩りとかけたギャグなんだけど、これ鉄道マニアにもがっかりだよ。エレファントカシマの場合でもなくてね、今日ゲスト来たり新コーナーあったりとかね、結構大変なんですけどね、ちなみにゲストは TOKIO が
TOKIO が約束通り来てくれることになりましたんで、今日のゲストは TOKIO ですちゃんと言いますんで、忍者ですなんて言っちゃった日にはね、またね、がっかりだよってことになりますからね。で、それでね、で、その、自分の中にもうやってモーターがずっとあって、その6時間ある収録の中にずっと、やってモーターシェイプすっごい気悪くしてんだろうなと思いながらずっとやってて、で、今日ここ来る前の仕事が、CC ガールズの藤森さんと一緒やって。で、もうね、喋りかけられないんだよ。何かもう自分の中で、絶対シェイプって言っちゃうと思って、意識しすぎると、ラ、ギリギリガールズぐらいのことも言うぞと。もう思ったらね、もうね、俺ね、藤森さん好きなのよ。あの、変のセクシーアイドルの中で一番藤森さん。ちょっとね、藤森さんとね、こうやって目合うともう照れんね。照れるぐらい、チューしてもらったことあるんだよ、番組の企画で。すごいぞ、お前、藤森さんとデートするっていう関西の俺番組で、一緒に、こう、デートして、最後チューしてくれたとき、あれは俺に惚れたね、完璧に。やつもやつで。ね、俺も惚れてるけど、やつもマジで。聞けよ、そのチューっていうのは、チューは、そうやって、テレビのその企画だから、それは彼女がしたくてしたかどうか分かりますよ。テレビだから仕方なくかも、それかもしれません、かもしれませんけど、カメラが止まった後で彼女俺だけにそっとメッセージくれたからね。てか俺にも聞こえたくなかったんだろうね、自分がチューをしたあまりの感動に。ちっちゃくつぶやいた言葉、しょっぱい、しょっぱかったんですよ。それぐらい俺のことを、まあ、汁が出てましたから、僕かなりね、そういうことがあったんですけどね。今日一応ね、ファックスでね、それ募りましょう。自分は気が弱いやつってね、いると思うんですよ。僕なんかもそうなんですけどね、電車とか乗ってるじゃないですか。後ろの方で、甲高い笑い声する、いるじゃないですか、クソ女が。ねまあうんこギャルがいるじゃないですか。なんか笑うやつがさ、こう電車最初乗ってんじゃんか。で、自分何も気にしてなくてさ、普通にこう乗ってる時にさ、後ろでさ、クスクスっていうなんかさ、笑い方がさ、だんだん大きくなってくるの。クスクスとかって笑っててさ、なんかそういう、その時はもうちょっとドキドキし始めて、ドキドキしてて、なんか背中が痒くなってくるような気がして、ちょっと何、たけしさんばりに首をこうちょっとこうすくめてみたりすると、そのすくめた瞬間だけちょっと笑い声が大きくなったなんて気がしたら、笑われてるよ、俺だよ。俺が笑われてるよ。だって今日なんかよくわかんねえけど、ラガーメンみたいなシャツの背中に56って書いてあるしとか、もう全然わかんないことで、この56っていう番号わかんねえしと思いながら、この背番号で笑われてんだきっととか思ったら、もうなんかもう全然もういても立ってもいらなくなって、熱くもねえのに汗出てきたりとかっていうタイプのやつは、聞いてるだろ、聞いててくれ、俺だけじゃ嫌だから。なんか自分がなんかすごい、もうドキドキくん、気がもう気が、こういう時に自分の気の弱さが情けなくなるとね。絶対通れる、こう車間抜けでゲンチャリ乗ってる時に、うわー、右ベンツと思えば思うほどベンツに寄ってくタイプのやつっています。ね。そういうタイプのやつですね。ファックス東京 03-5563-1960。東京 03-5563-1960。もう一回線が東京 03-5562-9540。東京 03-5562-9540。ビクビクファックスください。ファックスはラジオのエンタイトルツーベースです。だからね、逆に堂々としててさ、なんつうんですかね、私はもう自信に満ち溢れてますってやついいんじゃん。なんかもう、例えば俺なんかな、なんかちょっと思い切った格好っていうか、そんなに思い切った格好でもないけど、何あんじゃんか、いつもの服着てればいいものを、ちょっと神さんにおだてられたかなんかして、ちょっと思い切った、アン・ルイスのラッセゾンのブラジャーとかつけて表出るときあるじゃんねえよ、そんなの。ざわめきがーはないまでも、とんがりパイはないまでもね。ないまでも、なんか例えば、神さんとかが、ちょっと派手なニット帽とかをたまたま買って、
で、家出るときちょっと寝癖があったりするから、あったりして、なんか帽子ないってそれ渡されて、俺の中に少し疑問があるんだけど、自分にはファッションセンスはないと。で、一応うちの神さんは女のタレントをやったんだから、少しはファッションセンスがあるだろうで、神さんがこれは今似合うからって言われたから、仕方なくそうかなーなんてことで被ってみて、鏡の前でちょっと見て、と思うんだけど、神さんがもう一言、大丈夫、結構いいって言うから被ってた帽子の日なんかに、もう周りのやつは全部俺の帽子見てると思うからね。その帽子を取るのに二息かかんないからね、もうね。大体ね、目白からそうね、もう新大久保には取ってるね。それぐらいのスピードで取っちゃうぐらい俺ビクビクなのに、いいんじゃねえか、なんかすっげえ服とか着てさ、特に多いのがセンター街とかに行くとさ、なんだ お前はっていう服のやつね、チビティとか流行ってる頃とかさ、すっげえ補正やつがチビティ着んならいいんだけどさ、お前は M でもチビティだろこの野郎っていう、ハムみてえなやつがチビティ着てんじゃねえか、なんかよ。あんなの見たりとか、あとだから何深刻な食料危機ぐらい痩せてる女とかおるやんけ。ああいうの見るとなんかね、なんだその自信はって腹立ってくる、なんか異常に自信持ってるやつ。あれとか腹立つわ。海ご飯山ご飯腹立つわ。もう海ご飯山ご飯知ってる？テレビ番組。朝の、日曜の朝とか、ゆっくり寝て起きると、いいとも増刊号やってんのよ。いいとも増刊号やってて、で、もう、まあ、すごいわ、いいとも増刊号も、もう、面白い、今をときめくスターの、俺の尊敬するスターたち、森口博子が出、ね、あと、野村幸代が出、4月から、今度は、落合夫人が出て、ね、もう、売れてる人は全員あそこに出てますよ、ね、でいて、面白いプログラムが、ね、もう、恩着せがましいぐらい面白いプログラムが展開して、で、それいいと思う増刊号が終わった後に始まる、あ、5分ぐらいかな、なんかな、女1人と男2人の若者ですよ。で、なんか大体お前らの関係は何だっていう、なんか同年代ぐらいのドリカム気取りがね、女二人と男一人が大体ピクニックに行ってんですよ。しかも手ぶらでね、ほぼ手ぶらの状態でピクニックに行ってて、なんか山とかの上の方、中腹のとこにいるわけですよ。で、何するかと思って大体踊ってんですよ。なんか踊ってて喋んないの、なんかポルカみたいなね、ピーポコパーポコピーポコパーポコピッ、この音楽がムカつくねん。なんかその日曜の昼間からピーポコパーポコ音楽に乗ってこうやって3人ぐらいで踊ってて、何するのかなと、料理番組なんだよな。活字で真ん中のとこにグリーンピースとか出んだよ。そうするとそいつがなんかグリーンピース出してだってな、どう見てもな、箱根かどっかの日本の山なんだぞ。グリーンピースなんか取れるようなとこじゃないんだぞ。持ってきてんだぞそれは。で、その後ベーコンを切ろうなんて書いてあって、踊りながらベーコン切ってんだこいつらが、ベーコンを踊りながら切って拭いて、それをなんかまたフライパンとなんかその固形燃料かなんかでやって、こうやって炒める間も踊ってんだこいつら。なんかずっと踊ってて、出来上がりとか活字できて、みんなが食べてなんか言うかなと思うじゃんか。ずっと踊ってたやつがなんか言うかなと思ったら、だんだんそのピクニックの絵がこう引きの絵にずーっとなってって終わんだよ。そのなんつうんかな、おしゃれさんぶり。お前らは絶対梅雨でも熱帯夜でもこうパンツ、トランクスの横から伸びた玉袋が出てて、うわぁ、暑苦しいとか思ったりしねえんだろうなっていう。お前らの辞書の中には、拭いても、尻紙にうんこがつく日もないだろうと。お前らの中で平泳ぎして息継ぎんとかに鼻出た時も、なんかそういうやつがムカつくんだから。なんかな、人間なんちゅうものはな、全部集めて人間じゃないですか。絶対そうじゃないですか。かっこ悪い、すっごいかっこいい女も、かっこ悪いやつもね、思うんですよ。おかしいんですよ。どんなにかっこいい女と、例えばエッチしようと思っても、パンツをこう脱がした時に、こう、ウエストのところにこうなんか水バレみたいなこうパンツ締めすぎた後とか、
あってこそ人ねえ、ないやつは違う。それを私は、コカ・コーラの CM とかそうじゃないですか。私はもう、本当に歳をとっても耳毛は生えませんぐらいのな、あのトーンのやつらのな、なんつんかな、もう、むかつくな。あいつら一生ドークマンの漫画なんか読まねえつもりで生きてるじゃんか。で、さらにな、輪をかけてムカつくのがな、競馬とか、それからあと競輪とか、あとまず麻雀とかもそうだな。ああいうとこにあいつら進出してきてるだろ、なんか最近なんか。競馬とか、あと、それからあと何、お金を借りるっていう作業も。消費者金融とかも、わかんないんだけど、競馬っていうのは、もともと俺のじいちゃんとか、俺のおっさん競馬で見滅ぼしたやつもいるけど、ああいうやつがこれはギャンブルだと。あぶく銭をな、ある程度稼ぐためにやってるんだから、失敗した時にはそれは拾って下目もするし、ね。変な馬券が来た時には庭口噛みつぶしたような顔するし、奥歯折れるぐらい歯噛みしめて競馬見るしっていう覚悟のもとあるもんじゃんか。あれをなんかこう最近はおしゃれなスポットでちょっとしたギャンブルだからなんて言いやがってよ。なんかピカピカ光るものとかつけていくじゃんか。光るものとかつけて綺麗な格好で行ったりするじゃんかよ。あんなおかしいよな、どう考えても。馬眩しいっちゅうねん、そんなのな。お前が進路妨害だって女とかいるじゃんか。香水カンカンつけてさ、パドックの横の馬の横とか行ったりしたらな。あんなな、おしゃれさん大旋風っていうのをな、許したらダメ。もう人間は汚い綺麗含めて人間ね。もうおしゃれオンリーとかは、これからはね、もう排除。ね。なんつうんかね、すっごいおっさん臭いトークになって申し訳ないんだけどね。いるんだよ。なんかスポーツクラブ行ってもな。すっごいな、おしゃれさんがな。俺今めちゃくちゃ泳いでるじゃんか。で、もともとな、偉い、150キロあって、で、タバコスパスパス吸ってる時はな、25メートルしか泳げなかった。はい、あ、はい。はい、泳げませんでした。小国市小学校の基準でいうとこの黒線一本です。小国市小学校でいうとこの黒線一本でした。ね。これがな、最近な、250ぐらい泳げるようになって、10倍泳げるようになってな、嬉しいよ。そんな時にな、水っぱなが出てようがな、全然なんでもないです。だって、もう250につく寸前なんてのは、俺にしてみれば記録がかかってるから、判決出てるよ、そりゃ。そりゃ判決出てるよね。出てるけれども、それも含めて俺という人間だから、俺が恥ずかしいんだからいいじゃんか。それをなんか横んところでな、なんか判決出てることをな、ゲラゲラ笑ってるな、泳げもしねえような水着着てくるようなスポーツクラブにな、女とかがいるんだよな。そういう、お前らだってちょいケツはみ出た時にこう水の中で直してるの俺は知ってる。知ってるけれども黙認してきたな。その辺をね、俺はね、分かってもらってこそのね、人としてだよ。人として人に頼りだよ。人に傷つきだよ。それでも人しか黒い網タイツにガターベルトブロンドヘアをなびかせて彼の給食に毒を盛る。不揃いのリンゴたちの再放送見ててな、石原マリエっていうのもなんか違和感あるけど、石原マリコですよね。石原マリコの眉毛すごい、すごいよな。なんかね、眉毛っていうよりはね、加山雄三が後ろから、誰だってやったら多分手毛がちょうどこう、石原真理子っていう、すごいんだよ。ものすごいんだよ。だけど、そのさっきから話題に上ってるおしゃれさん、誰を指しておしゃれさんかわかりませんけど、おしゃれさんおよび、自分のファッションにもう自信 100% さんたちっていうのは、あの頃濃い眉毛って異常に流行ってて、徹底的に濃いな、眉毛にしてたもんな。それを今きっとその、多分あいつだって眉毛薄いやつとか、な、その細いやつとかに対して、これがおしゃれだし、だしとか言ったわけですよ、きっと。こうしてない、こうしてないと乗り遅れるぞ、馬車にとか言ってたわけじゃんか、基本的には。それをあいつは今なんか沿ってこうやって細くしてな、どっちも面白いわい、そんなもんな、俺に言わせりゃな。だけどな、周りな、その、俺の周りにいるやつが、全員あの眉毛やってみな。したらやっぱり、100対1になった時にな、しかも俺はビクビクさんで向こうは大、もう自信
有蔵さんですよね。地震有蔵さんたち囲まれたらな、俺もしなきゃいけないのかなっていうふうに思うだろうな。たまたま銭湯行ったらさ、地震のあるやつが全員さ、チンゲンを七色に染めててみろな、染めるさ、そんなものは。そういうふうになってんだよな、そんなね、アンダーロッドマンになっててみろ、みんなが。それぐらいビクビクさんっていうのはな、もうあのきついんだよ、人生的にな。もうビクビクさんからいっぱいワックス来てますけどね。ペンネームコンビーフ。うんこをするときバビッバビッと音がしてしまったの。隣の人に聞かれてるかもと思うだけでドキドキして汗が止まらなくなる。いいんですよ、いいんです。トイレでバピバピ音をさせるとこです、そこは。それをさ、あの音消す機械とか置いてんだろ、あれ。なんか今トイレの中のちょっと洒落たさ、またおしゃれさんの喫茶店だ。もう今おしゃれさん攻撃だから、世の中にもう有名無実なおしゃれさんを叩いてるけど、おしゃれさんのいるようなさ、あの特に俺の中でのゾーン的な疲労とか一応ターゲットしとこうか。疲労とかのおしゃれさんのいるようなさ、喫茶店でトイレ入るとさ、ボタンを押すとなんか水の流れる音が聞こえ、シャーっとで聞こえて、おしっこの音をそのおしゃれさんの女の聞かれたくないっていうですわな。でいて、あの辺のシャーって音が流れるやつがあって、また名前がおしゃれさんが堂々とつけてる割には乙姫様って名前なんだけどな、その機械の名前がな。で乙姫様が置いてあるじゃんか、あんなのな、絶対おかしいんだって。どっちかって言ったらバピバピ音がする機械をつけるべきなんですよ。そうじゃないですか。いやだ、それだったらこうやって入って自分のおケツから異音が聞こえちゃいそうな時には、イデオンが出ちゃいそうな時にはさ、そのボタン押すとバピバピバピって聞こえるわけじゃないですか。したらそれが電池が切れて使えなくなった後っていうのは本当にバピバピ音がしてて、もう周りにいる人はあれは乙姫様の音だからっていうことで一生買い替える必要がないわけじゃないですか。これ絶対おかしいんですよ。うんこをするときに隣からバピバピ音が聞こえてきたら普通にこう感心するぐらいのものじゃないですか。隣からどう考えてもなんかサーモンを食べてる音とかが聞こえたらそれはおかしいですよ。隣からケーナを吹く音が聞こえるのもおかしいですけど、バッピバッピは胸を張って叱るべき。あなたドキドキすることない、はい、解決ね。あとそうですね、これもありますよ。ペンネーム真実のテロリスト横浜。自分が清和だと思うこと、人気のない人気の少ない道などを歩いているときに前を歩いている女の人と偶然同じ道順を通っていたりすると、その人に自分が後をつけていると思われているような気がしてドキドキする。こいあんな、これもまたその女がさ、こうバックとか下げてさ、こう前、特にある団地と団地の間の道とかあんやんか。ああいうとことか近道、ショートカットだからさ、マリオで言うとこの、こう、壁飛び越えるとこだからさ、あそこだからもう、俺も歩くさ、そりゃ。お前の土地じゃねえもんな。で、歩くさ、そうそうさ、前にいる女がさ、カツ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 とか歩いて、たまにチラチラこうやって後ろとか見んだよな。それでいて、俺はじゃあもうこいつをいなしちゃおうと思って、早歩きになると、そいつも早歩きになったりするじゃんか。ほいで、なんかカッ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 カって言って、電話ボックス駆け込んだりするんだよな、あいつら。電話ボックス駆け込んで、こっちをずっと見てる、その面もうどっこい生きてるシャツの中みたいに面してんだよ、そいつが。この野郎、あんまり会った人から襲ってやろうかと思って言ってたよ。それじゃダメじゃん。本末転倒じゃん。それじゃ結局会ってたんじゃねえか、お前、ど根性ガエルが。ねえ、まあそういうことで、自分は弱気だなと思う瞬間、ビクビク君から、結構同志がいて私は嬉しいですよ。読まれた人にはステッカーあげてますんで、ファックス番号東京 03-5563-1960、東京 03-5563-1960、もう一つがファックス東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540 で待ってまーす。新コーナー、サウンドノベル作れ。さあ、今週から新コーナーですね。サウンドノベルっていうね、伊集院光が基本的に一番好きな、ゲームの
ジャンルがあってですね、あのゲームやってる人はもうそんな俺にダラダラ説明されることはないんですけどね、あのなんてでしょうね、ゲームのスイッチを入れると普通はこういろんなキャラクターが出てくる、マリオが出てきたりとか、そういうもんですけども、ゲームのスイッチを入れると基本的には小説の題名が出て、ボタンを押すとあの画面いっぱいに小説が出てくるんですよ。小説がずっとね、何が普通の小説と違うかっていうと、小説に何個も何個もこう分かれ道が用意されてます。例えば、有名な音切り草っていう僕が一番最初にやったそのサウンドノベル、もう3年ぐらい経つソフトなんですけど、未だに中古で買っても楽しめるソフトなんですけど、これは、今日は自分のあの彼女のナミっていう女の子と一緒に、デートに行ってきたと。で、今帰りの車の中で僕は運転してて、隣でナミはすやすや寝息を立てているね、僕はナミを起こすことにした、ナミをそのまま寝かせてあげることにした、この2個のうちどっちかをこう選ぶわけです。で、ナミを起こすことにしたを選ぶと、今度起こしたなりのナミが起きてすぐに、あのナミと例えばおしゃべりが始まっちゃったんで、前に気を取られて事故ってしまったね、じゃあどうしようね、例えば、この車の中で待つことにした、その横にある森の中を歩いていくことにした、どっちにしようって分かれていくと、何通りも何通りもの物語が出来上がっていく、なんていうのかな、小説のソフトなんですよ。で、しかもいわゆる、ゲームマシンを使ってるんで、途中に音楽が入ってきたり、例えば怖いことが起きそうな時には怖い音楽が流れたり、すごいいいムードな時にはムードのいい音楽が流れたりができたり、あとそれからバックに映像を入れる、写真の映像を、例えば自動車の車の中の映像に合わせて今のドライブのシーンがあったりとか、あと森の中の映像に合わせて、例えば、自分が森を歩いている物語展開したりっていう、まあ基本にはそういうものなんですけど、あのね、今度ね、アスキーっていう会社、すごい仲良くしてもらってる会社なんですけど、ファミ通とか出してる会社なんですけどね、アスキーっていう会社からサウンドノベルスクールっていうのが、プレイステーション用とそれからセガサターン用で出ることになったんですよ。これどういうもんかというと、これを自分で作れる、それ自分で書いた、最初の章ね、それの、1を選んだ方をまた書いて、さらに、分岐点の1を選んだ方を書いてっていう枝分かれを全部自分で書いて入れていくと、人にプレイしてもらえるっていう、自分でそのサウンドノベルっていうゲームを作って、オリジナルのゲームが作れるっていう、なんていうかな、ゲームっていうよりはゲームを作るためのソフトが発売が決定したんで、でそれを記念してこの番組でも作ろうと、この番組でリスナー全員協力すれば、一人で作るのは結構大変ですけど、すぐにできるんじゃないかと、一個ぐらいの素晴らしいストーリーは。で、作ったものを今アスキーと交渉中なんですが、そのソフトが出る時に出来上がったものをサンプルとして出版してもらおうと。そうすると、ほら、書いたリスナーの名前ももしかしたらそのソフトの中に残るかもしれないし、それからあと番組では発表されなかった方向のその何あの選択肢が読めたりとかも可能じゃないかということで、まあ一応ね、アスキーさんにお話をしつつね、もしお願いを聞いてくれなければね、お前の会社を悪く言うぞとね、それこそ何セガバンダイに続いてアスキー東京ワンタン本舗になるぞとか、そういうデマを流すぞと、頼んだところね、脅したところですね、よかろうとね、言って、今日から一応私頭作りました、要するに1ページ目を作りました。私の作った1ページ目は最後が3つに分かれてます。やり方としてはその3つのうち1つを選んでください。1つを選んであなたたちは続きを作って、そのお尻を3つに分かれさせてください。で、来週私は読みます。読んだ中で一番いいと思うやつを選びますんで、したら今度その3分割を作るってやっていくと、枝分かれでかなり、もう最初の僕が予想もしなかったようなストーリーになるかもしれませんし、最初の僕が思った以上に素晴らしい表現になるかもしれないと。ただ延々とやってるとこれ終わりませんので、横山ミステルの三国志ぐらいの長さになるのも困りますんで、一応4回、でも4回でも結構な数になるよな。今日が1回目でしょ、来週来た時点でもう3個ストーリーに分かれてるわけですよ。で、それが再来週来た時点でもう9個に分かれて、4回目の完結は27通りになりますから、これかなりいろんなバリエーションが楽しめると思いますんで、皆さんもちょっと協力してもらいたいと思います。頭に入れてほしいことは、まあ、今日の選択肢をちゃんと覚えてください。今日の選択肢はどういうもんだったか覚えてください。今日のストーリーと。で、言って、全部で4回で終わりますんで。4回で終わっちゃいますんで、
あまりに突飛なこと、私が書いたのに全然出てこないような、その頃宇宙ステーションではっていうのを入れちゃうと、もうこれだけで全然できなくなってしまいますんで、4回で自分はまとめられるような、自分と同じようなセンスの人が聞いてれば4回で結婚面白いとこ行くんじゃないかなっていうようなストーリーにしてほしいと。あとね、そうだな、今日はちょっとテープ取った方がいいかもしれないな。もちろん、うろ覚えでも書けますけど、テープ取ってもらった方がよりいいものが、まあ、あなたの長い人生の中で、聞いてるあなたの長い人生の中で、シナリオライターとしての第一作になる可能性がありますから、テープ取れる人、ちょっとテープ用意して、テープ用意して。しかも、ボンのテープを用意して。ね、もう、世界最高品質、ボンの60分をね、用意してもらうと一番いいですね。もう、これ最高のテープですからね。どうしてもない場合には、アクシュアとかいいテープを使ってもらっても構いませんから。ね。アクシュア使う、アクシュア。今ほら、斎藤由貴のポスターついてるから。いつの話って、だぁ、それだとお前、やちきしよ。俺の実家の天井に貼ってあるけどな。さあ、テープの用意はよろしいですか？じゃあ、テープ回してください。テープスタート。オッケー。それではですね、今回ですね、今までそのサウンドノベルっていうのは、今まで多かったのは、ホラーと、サスペンス、まあ、あと推理物ぐらいがすごく多かったんですが、違うジャンルを作っていこうということで、すごいですよ。テーマ。俺らしい。青春。甘酸っぱいね。2月の1日に正月残ったキントン食った時ぐらい甘酸っぱいね。ああ、もう、すごい青春サウンドノベル。しかもその青春の中でもいろんな青春ありますよね。スポーツの青春もあれば、ね、それからあと、そういう勉強にかけた青春もありますよね。その青春の中でもさらにジャンル分けするとするならば、ラブですよ。もう、すごいですよ。百貫ラブですよ、もう。少なくとも普通の重さのラブじゃない。メガトン級のラブですよ。ということで、早速じゃあ第1回目、始めましょうか。エコ希望。青春サウンドノベル第1回卒業証書。つい今しがた卒業式が終わった。校長の長い話にも仰げば尊しにも、卒業証書を受け取った瞬間にさえも別段込み上げてくるものは何もなく、時折体育館を通り抜ける春の香りに誘われ、文字通り春眠のうちに卒業生退場という号令が聞こえたというありさまだ。最後の教室ではクラスメートたちがサイン帳を回し記念撮影をし、机や壁に名前を刻み、思い思いの形で学校生活にピリオドを打つ儀式を行っている。僕はといえば、とりわけすることもなく、唯一心残りといえば、窓から見える桜の木が花をつける前にこの特等席を離れなければいけないことくらいだ。僕の目の前で桜の花が揺れた。実際にはサイン帳を差し出した佐藤さんのポニーテールを束ねるピンクのリボンが揺れていた。そうだ、僕にも心残りが一つあった。それは部活動でも勉強でもない、目の前にいる佐藤さんへの思いだ。3年間心の奥底にしまいっぱなしになっていたこの気持ちに決着をつけなければ卒業はできない。突然湧き出した感情を抑えることができなくなった僕は、受け取ったサイン帳にペンを走らせた。ここから選択肢です。1番、どうしても話しておきたいことがあるから校舎裏で待ってる、田中。2番、どうしても話しておきたいことがあるから今夜電話します、田中。3番、どうしても話しておきたいことがあるから卒業記念のトーテムポールの3番目の顔にはまってます、田中。さあ、今聞いてもらったのがあらすじです。
割と無気力に卒業式は過ぎてしまいました。でクラスのみんなはこういろんなねサイン帳を回したりとかね、それから今まで楽しかったねなんて思い出を話してる間も自分はこう校庭をぼーっと見てたと。で、ああ別に心残りなんかねえなこんな学校と思ってる前に、サイン帳を持った佐藤さんと、まあ3年間好きだった子ですわ、この佐藤さんが現れてサイン帳書いてって言われた瞬間、そうだと、この3年間のこの思いを告げずに僕はこの今日という日を逃してしまったら、これはもう自分の心の中で本当の卒業はできない。さあどうしよう。サイン帳の片隅にさーっとサインペンを走らせた。この時書いたことは何があなた一番いいと思うか、何が一番面白そうになる、面白そうだと思うか。一番、どうしても話しておきたいことがあるから校舎裏で待ってる。だからこれどうしても話したいことがあるから校舎裏で待ってる選んだ人は、まあ僕は校舎裏で待ったっていう続きを書かなきゃならないわけですよ。まあどうなるかわかりませんね。すんなり来るかもしれないし来ないかもしれないし、校舎裏まで行ってみたらすでに自分が待ち合わせをする予定の場所でリンチが始まってるかもしれません。ね、でいてこれをまああなたはこうまた3つに分かれさせてくださいね。で、2番、どうしても話しておきたいことがあるから今夜電話します田中。ねえ、電話する勇気は出るのか出ないのか、電話したらちゃんと本人が出るのか出ないのか、ねえ、この辺も含めてストーリーを作ってください。3番、どうしても話しておきたいことがあるから卒業記念のトーテムポールの3番目の顔にはまってますね。3番目の顔ですよ、上からかなり高い位置にあるのにはまるための努力、彼のね、そのためには自分たちの卒業記念のトーテムポールを一回壊してはまった上で上をつけなきゃならない。一人でできるのか、手伝ってくれる人はいるのかね、用務員さんは来ないのかね、まあいろんなストーリーがあります。1番でも2番でも3番でもいいですね、まあ程よい長さの続きを書いて、さらに最後ね、まあ例えばトーテムポールの3番目の顔にはまってますって書いた、書いたからには実行しようとね、僕はトーテムポールに急いだ。ところがもうすでに2番目に吉田くんがはまっている吉田くんに訳を話すと、僕の下で良ければと吉田くんが入れてくれた。ね、あなたは、僕の下で良ければという吉田くんに対してあなたはどうしますか ?1 番、吉田は殴って返す。ね、2番、ね、吉田の下に甘んじる。ね、3番、吉田にニスを塗る。ね、この3つとかに分けて書いてくれれば結構ですから。全部で4回完結です。ハッピーエンドにしようも、ハッピーエンドにしないも、途中から SF に切り替えることも、からホラーにすることも、すべてあなたの勝手、シナリオライターであるあなたの勝手です。ぜひぜひですね、いいハガキお待ちしております。特に文筆業を目指したい。ね、コンピューターで自分はサウンドノベルが好きだ。コント作家になりたい。そんな人たちの実力あるハガキを待ってます。あつ先は郵便番号107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、サウンドノベル作れコーナー、ね、サウンドノベル作れコーナーまで待ってます。読まれた人にはステッカーと差し上げます。川本誠で2分の1。 Hey DJ 君は一体誰だ。君は一体誰だ。伊集院光のアップスをご存知かな。まろやかお嬢じゃ。遊び。皆さんね、想像力はあるんです。ものすごく想像力あるんですけれども、このファックスを読む限りはですね、悪い方に想像力が働いております。すごいわかるのあるもん、千葉県の、僕も気が弱い、ペンネームチロリアンサタ。閉店間際の食べ物屋さんに入って僕一人を除き、もう誰も食べてる人がいなかった場合、もう大変です。とりあえず注文するんですが、店の人がなんだか、だよ、こいつ来なければもう上がれたのによ、と、考えているんではないかと考え出し、もうドキドキです。食べ物を持ってくる店員とは目が合わせられません。さらに、食べ始めても店員みんなが僕を、帰れよ、早くよ、グズ、と思って見てるようで、急いで食べて味もわかりません。すげえわかるよね、なんかね。だゆっくり食え、ゆっくりもう。遊びのコーナーでこういうね、妄想力、ね、妄想力をですね、いい方に使って遊んでいこうということでですね、この遊びのコーナーを利用していくと、どんどんドキドキ人間に楽はなっていけると思うんですけどね、ペンネームダービー。
遊び。コンビニで、ありそうでなさそうで、自分に必要ないものを、ありますかと尋ね、バイトに探してもらってる間に、ありませんように、ありませんように、とスリルを楽しむ遊び。でね、横のところに例題で漫画が書いてあるんだけどね、すいません、きな粉ありますか？これ金持たないでいたらすげえいいよな。で、しかも高いもの頼んでほしいよな。あのコンビニの後ろのところに、亀田のあられとかのセットとかあるじゃんか、あの3000円ぐらいのやつ。あれぐらいのとこ行ってほしいよね、なんかね。あの、すいません、あのカルピスの詰め合わせでグレープフルーツ入ってるやつありますか？ありませんように。ありませんように。ありますよ。わーって。高い方言った方が勝ちだよね。高い方言った上になかったやつの勝ちっていうゲームだよね。ペンネームシシャモ遊ぶ。何かとてつもなく面白いことを紙に書き、ガラス瓶に入れ、あれ狂う日本海に投げ込んで、いつどんな人が拾うのか想像してみる。あの、名も知らぬ遠い島より、ヤシの実、あれ誰のだっけ、島崎藤村だけ作ったの、確か島崎藤村だと、滝蓮太郎と島崎藤村ですか、島崎藤村と同じ感覚で島崎藤村より面白いやつ。これはね、すごい笑うよね、なんかね。今ちょうど不思議なの島のフローネやってんじゃんかね。フローネの島に流れ着いてる欲しいじゃんかね。ガーガのおまるで北京ダックって書いてこう流したいじゃんか。それでいてコルクでギューッと出してポンって取ったら何これっていうのSOS かと思いきやね。岐阜県ペンネーム防具に改造された猫遊び。公園でかくれんぼする人この指止まれと叫んで、一体何人のガキどもが止まるかやってみる。でもかくれんぼはやらない。これいいなぁ。ガキって寄ってくるから、今時のガキはダメかね。どうかな、今時のガキはやらなそうだなぁ。これ友達は競ってほしいね、ゲームでね、やっぱりね。続いてペンネームドラえもん修理中遊び。ジャマールに尺八を吹きながらギターを弾ける人募集、や24時間ケーナを奏で続けられる人募集などという、到底人のできそうにないことを書いて掲載してもらい、連絡が来ないことを祈る。来ても困っちゃうだろうなぁ。笑いながら自分の鎖骨を折れる人募集。じゃあ待ってるにガンガン入ってちゃって、自分中の留守電にもポキポキ音入っちゃってて、もう怖え。しょうがねえな、もう。ラジオネーム動かす力遊び。まず電源の入ってないテレビの前に座ります。そうしたら大きな声で、裏で武器商人をやって儲けているやつはこいつと宣言しながらスイッチをオンします。ブラウン管に最初に映った芸能人がその内容に該当する人物だと思ってみる。ちなみに僕が試しにやった時には、武器商人は影山民夫、うんこでかそうがシプリアーニ大司教でした。結構いけますね、それね。これは絶対面白いですわ。もう一枚いけますか、ラス1ですか。ラス1、北区、ペンネーム、黒い羊。遊び。ウォークマンシリーズ。ウォークマンに、太陽に吠えろのサントラを入れて街にかっくり出してみる。これはね、結構いけるんですよ。僕ね、昔ね、友達が車買ったばっかりの、これ、カーステより太陽に吠えろの入れて、全然知らない人をつけますってのよくやりましたけどね。で、音楽が、尾行のテーマとかあるわけですよ。
なんか、尾行のテーマが終わった時点でも飽きちゃうんですけどね。で、たまにあの、オートリバースのスイッチが触っちゃうと、急に殉職シーンの音楽になったりして、なんかすごい不思議な気持ちに前追っかけるやつが死ぬような気がして怖くなったりするんですけどね。さあ、遊び、郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス。の係まで待ってます。アップスの方ですか。あ、でもね、伊集院さんならしばらくこの店には来てませんよ。1週間ぐらい前だったかな、酔ったお客の乳首を千枚同士で貫いたとか貫かないとか揉めちゃいましてね。貫きましたけどね。お知らせの後は TOKIO が神様なのね。バカ力こねて。あなたたちはゲストの TOKIO。 とんでもねえ、私は神様だ。今夜は TOKIO が神になる。ジャッジオブゴッド、神の判断。今夜こそ正常な神様が3人揃ってくれたと私信じたい、それじゃあ今夜のゲスト TOKIO ということでご紹介お願いします。はい、TOKIO のリーダー城島茂です。そして、TOKIO の永瀬智也です。そしてベースの山口達也です。永瀬君、はいはい、偽物みたい声になってますね。そうなんですか。仕事しすぎ。いやいや、そんなことないですよ。まあこのコーナーですね、はいはい、いろいろリスナーから俺は周りの人間から変だと言われてるけれども、うんね、この番組で判断したら、うん、きっと変なことない、正常でしょうって気が来て、はい、それを一応いつも3人のこう神様に多数決で正常か異常かをスパッと決めてもらうコーナーなんですが、神様だからもう言うことはもう絶対絶対ですね。で、TOKIO の3人にはすごい期待して、なぜかというと今までガラスの向こうのほら変な人たちがいるじゃないですか。もうね、下着泥棒3人組がいるじゃないですか。あの3人組が今まで判断してきたんで、まともな結果が出てないんですよ。ちょっと偏ってますね。かなり偏ってるんですよ。もう、ね、もうあいつはすごいですからね。一人黄昏てね、こう番組の終わったこうあのスタッフの部屋でね、一人黄昏てなんかブツブツで何を言ってるのかなと思ったら、はい、下着かみてそういうやつなんですから。そういうやつなんか今まで神でしたから。TOKIO のメンバーはあるんですか。こう自分は正常だと思ってるけど、なんか周りの他のメンバーから、おい、それおかしいんじゃないの。いや、結構あるんじゃないですかね。けど、その他のメンバーがおかしいなって思うかな。うん、あ、逆に全員そうって、そうそうそう、全員逆にそっちの方向に意見が行っちゃったら、うんね、僕、城島は、例えばですね、まあラジオだから見えないですけど、こういうパンツはどうですか。それは小道具を仕込んできたわけではなく、いや、なんか、今説明しますと、ジョーさんのパンツなんですけど、はい、ちゃんと大事なとこが鼻になってて、ちゃんと入れれるっていう。どこで買ってんだよそれ。ビガートランクスみたいな。今 TOKIO ファンの女の子置いてきぼりじゃねえこれちゃんとね、穴開けて見えるんですよ。おしっこするときはこのまま見せなくていいっすよ。ちゃんと鼻を短くすれば出てくるみたいな。ちゃんと匂い棒入れがついてるじゃん。ちゃんとついてる。うわ、しかもビガートランクスって言葉ってさ、男の間全員通用するけどさ、女の子のファンはさ、なんだろうビガーってっていう思いますけど、それはもうね、大人になったら緊張できるものですから。あんた思い切ったジャニーズだな、あんた。いや、違うんですよ。これまあ、このパンツ今日朝履こうと思って、ファンの子からもらったパンツを履いて、うん、さあ出かけようと思って、パッと監視見たら、ゾウさんのパンツで、うん、ちゃんと耳と尻尾も後ろ見たらついてるんですけど。普通さ、そしたらさ、ね、TOKIO として、ジャニーズとして、まあ男性アイドル系として、はい、違う普通のパンツで履き替えるだろ、見せるわけじゃなし。いや、ちょうど今日ラジオあったなと思って。いいネタになるわと思って。あ、それリーダーっていうのは、はい、TOKIO の中では正常というふうにされてるんですか。いや、基準ですね。僕が、まあ、基本ラインです。リーダーが基準として動きます。山口かな、はい、なんかこれ異常だよ。僕異常って言われるとやっぱ放送できないぐらいになっちゃうんで。なるほど、基準であのパンツですから、はい、まだ見せられる範囲はあれですから、ね、なるほど、ね、はい、永瀬くんは。僕ですか。いやー、自分の異常のところです。自分はね、もう絶対こんなの普通じゃんと思ってるのに、周りが、おい、永瀬それないだろ。多分ね、僕はまだ初公開かもしれないですけど、僕寝るときに、毛布の端っこ触って寝るんですよ。え、端っこ？はい。
毛布端っこフェチ。フェチ。毛布の端っこは何だ、もう端っこの感触なん、素材が違うんですよ、あそこって、毛布の端っこって。分かるよ、なんかじゃあツルッとした生地だよね。ツルッとしたのもたまんないですよ。端っこ。あれ僕寝ながらいつもこうやって、え、じゃあさ、普通にこうやって立てて寝る、こう普通に直立で寝るじゃん、さ、で、毛布をこう、まあ胸の上ぐらいかけんじゃん。はいはい、その上のところちょんとこう詰まんで、スル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 ってこう吸って、寒い場合は、うん、毛布をこう、内側にこう持ち上げ、内巻きにして、うん、中でつまみ系ね。なんで？え、なんでだよね。本当にジョークなしで。なん、乳首フェチ？乳首、長瀬乳首フェチですわ。それは長瀬に限るんですけど。長瀬くんの乳首つまんだけ何も出ないしね。なんか酒のつまみにも2個しかないし。そうなん？なんかよくあの雑誌のアイドル誌の取材で顔寄せアップ、5人顔寄せて顔のアップの時に、あの実はその下は乳首つまんでたりとかね、その笑顔の裏にはね、乳首つまんでたみたいなありますよ、たまに。神様に返してもらってね、まともな神様ピックアップってことで今日は一応この3人が判断するんですごくあの不安なんですけれども、あの今まで来たこの判断の基準で言うとですね、例えばですね、男、うん、はあ、男と女で全然理解できない男っていうのは、うん、はい、何ですかね、夜どんなに嵐でも、うん、どんなに受験勉強しなきゃなんなくても、特に中学生ぐらいの時、はい、ああ学校の帰りに見たあの自動販売機に結構いいエロ本あったなと思うと、つい自転車に乗って買いに行ってしまう。行く行く。僕嵐の日にね、うん、自転車傘さして行ったことありましたわ。うん、あるでしょ、うん、そこまで正常でしょ、うん、ね、でこの間ハガキで来たやつはつい好きな女のサドルを盗んでしまう。こういうの来ますから。わかる。あ、分かっちゃったよ。おい、分かっちゃったよ。おい昔リコーダー盗んだことあります。好きな女の子のそれ持ってて、はい、あ、笛ね。はい。さあ、そうですね、今日はですね、番組始まって以来のまともな神様、改めですね、はい、変わった皆さんをお呼びしてですね、一人一人判断してもらいますが、早速、はい、それじゃあですね、どれからいこうかな。1枚目、これですいきましょう。東京都、ペンネーム、クリフハンガー。ゴッドの皆様、今日は僕の女性の好みについて、判断をお願いしたいとペンを取りました。女性の髪型にはいろいろあります。ロングがいい、ショートがいい、ポニーテールがいい、ウルトラの母カットがいい、カニ風、いろいろ好みはありますが、それとあまり変わらないと思うんですが、毛深い女の子がいますよね。キスをしようとしてよく見るとうっすらヒゲが生えているなんていう女の子もいます。そんな中で僕は背毛がある女の子が大好きです。めったにお目にかかりませんが、たまにいると感動です。背中にうっすらと背毛が生えている女の子、僕は個人広告誌ジャマールに背毛のある女の子募集と手紙を出したいくらい好きです。これは正常ですよね、好みの範疇ですよね。女性アイドルでも性芸ある人いますからね、やっぱりちゃんと観察してますね。っていうか、変に感動するのが、テレビ番組とかで、まあよくテレビでしか見たことがないような女の子のアイドルとかが一緒になったりするじゃないですか。はい、それでまあたまたま席の関係で TOKIO が後ろでその女の子たちが前だったりとか、ただ毛穴が見えるんですよ。わかるよ。毛生えてんじゃんとか、やっぱ思いますね。俺ね、あのね、木島サリオちゃん、はいはい、うん、木島サリオちゃん口ヒゲアイドルやんけ。あの子もうすごい、俺たちもう木島サリオちゃん初めて会った時に近くで見ると、女の子産毛中がこう口の周り産毛濃くて、産毛よりもちょっと黒いんだよ。そうで、どうにか牛乳飲ませたい。ああ、白くさせんだ。これで番組でもう番組前に全然飲み物出さないでずっとトークしといて、合図してスタッフに、あ、なんか喉かきましたよね、飲み物、牛乳出させて。牛乳飲んで、ヒゲ見えた時、うわぁ嬉しいなって。あー、わかるわかる。さあ、それでは一応、まあ、これ、そっからジャブですから、ね、そういうこと、判断行きましょう。はい。じゃじゃん、オール正常、正常です。これぐらいはね、正常です、ね、じゃあ続いて、じゃあ2枚目いきたいと思います。2枚目はペンネーム串カツ音の武蔵野。僕の友人谷川くんは電車マニアです。この電車マニ
ニア、正常な電子マニアか、異常な電車マニアかジャッジしてください。谷川くんは電車の中でも地下鉄の丸の内線に限って大好きです。毎日丸の内線に乗りたいという理由で丸の内線沿線にある東京大学を受験し、持ち前の電車好き丸の内線に乗りたいパワーでなんと現役合格してしまいました。しかし彼には一つの誤算がありました。確かに丸の内線の本郷三丁目駅には東大の校舎があります。しかしそこは3年生4年生が通う校舎で、1、2年の間は井の頭線の駒場東大駅前に行かなくてはなりません。彼にとって井の頭線は眼中になく、電車マニアとして丸の内線ではなく井の頭線に乗ることは、ドラえもんの声が急に大山信代から広川太一郎になるぐらい許せないことです。結局彼は井の頭線に乗るのが嫌で嫌で東大を蹴って1年浪人し、丸の内線四ツ谷駅近くにある上智大学に通い直しています。こんな彼は正常なんでしょうか、異常なんでしょうかと。これ価値観の違いですけどね。これは正常、ただこのなんつうんですかね、そういう時に出るパワーはすごいね。すごいですね。丸の、なんでしょう、なんでしょうね。まあでもあのなんか綺麗になるためにあのナオミちゃんがいきなり本当のナオミキャンベルに戻ってくるぐらいのね、あの根性があればね。あそこまでの根性から他のことは何でもできますからね。あれはね。で、TOKIO の中電車マニアいない？いないっすね。電車乗らないもん。もし TOKIO の中で電車マニアいたら本当にあの事務所辞めるぐらいの勢いですね。で車しか乗らないしね。そう、みんな、例えばワゴンとか一緒に移動とかあるんじゃないですか、忙しい仕事とかの、そいつ一人だけ、あ、ごめん、僕電車行く、SL 乗らなきゃダメ、東京乗らなきゃダメだから。でもあの何々線が好きだっていうのはまあ分からんでもないですね。あのなんか東京出てきた時にある線がなんか美人が多いんじゃないかって感じがして、やっぱそういうイメージなんかね。電車マニアって変わってんですよ。実はねこのスタジオのこと座敷わらしみたいに座ってる構成渡辺って構成なんですよ、こいつのスタッフね。すっごい電車マニアなんですよ。あ、そうですか。電車乗るからっていう理由のみで仕事休むからね。行きたいとこがあるから電車乗るんじゃないんだもん。でしかもなんか全部の電車乗りたいんだけど、何々駅と何々駅の区間の間は何駅だっけ、青梅から、東青梅までの間の一駅っていうのだけはこれは一生の最後にしたいんだって。だからこの駅だけは絶対乗らない。これを込みで線があったらその青梅で降りて歩いて、お東青梅まで歩いてまた次乗るの。いや、それはなんででしょうかね。もうなんか聖域なんでしょうね。わかんないですけど、彼にとってはもうね、他のことに関しては下っ端ですからね、何でも言うこと聞くんですけど、お前青梅から東青梅電車乗れたらそれだけはこの仕事をやめてもやです。すごいですよ。そういうエクトワに詳しいってわけじゃなくてですね、ものすごい詳しいんですけど、ものすごい詳しいですよ。今から俺福岡行くんだけど何線に行くといくらでどう行くのが近いと、何線から何線でホームからホームの間が 400m 離れてますね。ここのところ 400m でですね、大体45秒しか乗り換え時間がありませんから、楽しみは全部できますから。そうですか。すげえ。その何、その車種の馬力とか速度とか分かるの？もちろん世界の車窓からテレビやってんじゃない、あれ見て面白くないより別段綺麗だなとは思う。まあ笑いはしませんよね、絶対。こいつはすごいな、ほうほう言いながらこの渡辺は見てて、じゃあ電車見たら、ああこの車両はあのクハ25なんとかとか全て分かっちゃう。分かっちゃう。へえ。もっと細かいも世界の車窓から見てて、スイスのこの地方は気圧が低いんで、何々型っていうエンジンじゃなきゃダメなんですよってあるいう話。そう、でも逆にあの極めればかっこいいですね。かっこいい、そこまで極めれば。ただその、何その青梅からその区間がダメだっていうのは一回俺騙して乗っけちゃおうと思ったんだけどね。目隠ししても乗っけちゃって、いやー今まで何してってやりたいですよね。こいつはもう丸の内線を極めたいという理由で大学まで考えたというやつですよ。さあそれじゃあ判断いきましょう。異常、正常、異常、2対1、これはとりあえず異常だというですね、もうこれはもう神ですから、男性のみですね、正常出したのはね。というかまあ、
大変結構なことだと思いますよ、はい、丸の内線にこだわるというのはね、はい、まあ、ただその人生を変えるようなことしちゃいけないなと東大に行けよっていうね、うん、現役東大とやって行って3年間乗りゃいいじゃん、あとオフの日に乗りゃいいじゃないかっていうのは乗りたい時に乗りゃいいじゃないかねえ、うん、いうことですね。まあでも本当になんか憧れとかいいもんはなんか外取っとくのもいいのかもしれないですけどね。あ、そうね、まああと七瀬がつい声量出しちゃったのがね、うちの渡辺がかなり異常だったから声量あると思うんですけどね。今日はもうすっかり神様に、ね、なってもらったわけなんですけどね、はいはい、神様になってもらうので前からずっとアプローチしてたんですよ、してたんですけどね、はい、忙しいよね、あんたら、あんたら忙しすぎだ、師匠の野郎。そうですね。で、また忙しちゃう。だって普通にテレビ出るでしょ、で、はい、メンバーによってドラマもやるでしょ、はい、バラエティあり歌ありでしょ、はい、そのレコーディングもやるでしょ。やりますね。もう終わりましたけどね。それでなんかお知らせを一応マネージャーさんに教えてくれたら、このツアーもやるの。ツアーやります。ツアータイトルまず教えてくださいな。ツアータイトルが。はい、今回もそのまま春ということで、TOKIO スプリングツアー、1997っていう。うわ、すごいなぁ。まあ、東京はあの3月24、25が渋港で、26が NHK ホール。うん、で、まあ28日北海道厚生年金会館、4月3日が福岡サンパレスと。うん、まあそういう風になってる。まあ他にもまだいろいろあるんですけどもね。しかもちょっとこの予定表を見たら全国各地で2回ずつなん、はい、そうです。で大阪は3回公演があるんですかね、多分全国6カ所で全部で20公演このツアー、はい、うん、うーわー、そうですね。死んだりしないの？なんでしょう。俺今まで TOKIO やってて、はい、うん、俺死ぬかもって思ったことないの？かくれんぼしてる時もありましたね。それは昔原宿の合宿所っていう、うんうん、ジャニーズの合宿所ありましたね、その中でかくれんぼしてたんですよ、広いから、うん、僕自動皿洗い機の中入って隠れたんだけど、スイッチ入っちゃって中で水が出てきちゃってほんで人間の心理として外からロックしちゃうと、うん、あ、ロックしてるからこの中入ってないだろうっていう心理を、うん、立脚に利用してそしたらそれを裏目出ちゃって出れなくなっちゃって、ほんでもう僕思いましたもんね、次の新聞 の見出しにジャニーズジュニア原宿で溺死みたいなね、うすっごい謎を含みながらね、しかもね、うん、そうそうそう、うわー、でその時は3日いや、ほんでどんどんどんやったら山口が、ちょうど山口が出てきて僕がセッティングしたんで、うん、一応ねねガチャッと閉めたら、うん、しばらくしてからうーんと音が鳴って、外から閉めるかかりだったんだ。殺す気かお前は。ほんたら松岡が見つけに来て、うん、あ、ミッケーとか言って、ミッキーじゃねえよとか言って、こっち死ぬ思いだったんだ。それ松岡君とかみんなが途中でさ、やっぱかくれんぼやめてさ、人生ゲームやろうぜ、人生ゲーム始まったら、うん、次のいろんな皿とともに並んでたわけじゃん。本当に人生ゲームとか自分の人生終わってましたよ。数々の皿の横にリーダーがこうやって、溺死して並んでたわけ。本当に。それに比べりゃこのスケジュールはなんとか。もう全然。全然元気に。うん、全然26日にはもうアルバムもワイルド&マイルドっていうのも出ますしね。うん、まあ多分死ぬまで。やっとやり続けるでしょ。いや、まあこれからも東京ね、はい、ね、しかも疲れと健康と皿洗い機には気をつけて、はい、ね、頑張ってください。わかりました。じゃあお別れにじゃあ曲一曲ね、新曲をかけたいと思いますんで、じゃあ曲紹介の方じゃお願いします。2月11日に発売されました東京の11枚目のシングル「振られて元気」です。はい、じゃあツアーも頑張ってください。どうもありがとうございました。アップはラジオ界の前頭4枚目です。僕撮ってません。僕撮ってます。じゃあ撮りましたっていうぐらいのビクビクさんからいっぱいワックス来てますね。川崎の南純一、僕が文房具屋さんで包装紙を買って帰る途中、リュックから筒が出てちょっとした忍者もしくは量産型のザクみたいになっていました。しかし帰りに買い忘れがあったことに気づき、家の近くで、思い出し、しょうがなく別の近所の店に、入って買うことにしました。しかしそこは小心者、これじゃあ、万引きだって思われちゃうと思い、心拍数が上がり、手に汗をかき、目が泳ぎ、頭が真っ白になりました。そこで僕は何を思ったのか。
そこの店員に何も聞かれてもいないのに、これ万引きじゃないですからといきなり言って入っていってしまったのです。店員は初めなんだこいつという顔をして、完全な挙動不審者の僕をマークし始めたので、店を一周した後いても立ってもいられず走ってその店から逃げ出したのです。すると店員が泥棒と大きな声で叫び、警察すら呼ばれてしまい大騒ぎになりました。それ以来その店には行けてません。これね、さっきの本屋の話じゃないけど、例えばキオスクとかで雑誌買って、でその後本屋に入るときに、今週号の、ヤンマガとかあるわけじゃないですか。一応ストッパー、ブス島だけはチェックしとかなきゃと思ってるわけじゃないですか。それを、まだ読んでない本でも、もうギュッと丸めて絞って持つことにしてるのよ。そうすればほら、入ってくるときにもあからさまにこう丸めてると絶対それは店の本だと思わないからっていう理由で、結構ね、わかるっす。あとね、結構来てるよ。東京都江東区、松井正興。僕はお年寄りに席を譲るときに、あ、でもここで席なんか譲ったら、まあ私は年寄り扱いして、とか、あ、次の駅で降りるつもりで立ってたんです、とか、中隊長を舐めるな若造とか言って、謎の液体をかけられたらどうしようと思い、わざと別の駅なんかに降りるふりをして、別の車両に移り、ほー、席を間接的に譲ることにしている。お前みたいないいやつが、どうしてドキドキ君に、俺な、デブやんけ。席座ってて周りにどんどん席が埋まってくるじゃんか。俺が座った時にはそうでもなかったのに。そうすると、俺の横に 70% 人分ぐらいの空いてる席ができる時があるんだよ。そうするとそこラッシュになった後にみんなが、あのデブがいなかったら二人座れんのによ。あのデブすげえムカつくよって言ってるような気がして。立ったりネタ振りしたりすんだよ。すげえわかるよ。今度みんなでドキドキくん直し集会しようか。一人一人個別に呼んで、周りを小ギャルで囲んでひそひそ話をしてもらったりとか、そういうのこう直していくのよ。一個一個ね、一個一個それやっとくべきだよね。俺本当に思うもん。なんかね、タバコ吸うようになって、タバコこう火ついたままこうやってポーンって投げて30歩ぐらい歩いてから、火事になったらどうしようと思って戻って踏んだり、最低なことするからな。ファックス番号東京 03-5563-1960、 東京 03-5563-1960、 もう一つが東京 03-5562-954-0、 東京 03-5562-954-0。 俺は小心者、ビクビクファックスって言いながら、このファックスが知らない人の家に届いたらと思うと、ファックスも送れないし。この海のとっさの起点で宇宙ステーションを脱出したキャッツアイ三姉妹。しかしマイクロフィルムに映っていたのは派手だった。次回伊集院光のアップス地下16階に聞く。ご期待ください。ダイエットキング 95.4、 略して DK95.4。 また妨害されてる。せっかく番組でビクビクフレンドたちからオマックスが来て、俺の今日のがっかりビクビクは治ったはずなのに、さっき使ったやつまた出して、もうその上俺このコーナー今日やりたくねえんだよ。なんでかっていうとよ、今日事務所からすげえショックなこと言われたんだよ。ダイエットの企画とか盛り上がってるの分かってるんですけど、4月の10日から映画の仕事でデブの役が入ってるんで、25キロ太ってください。やってらんねえよもうよ。でもかけ直したらこれが出てくんじゃねえかよ。俺の耳元にやってないようがよ。つかんだよ。大ショックですよ。せっかく先週時点で僕は
もともと 144.6kg、ね。このコーナー始まった時で少し痩せ出してましたから、多少ね。あの仕事の関係でね、スケジュールの関係で。僕は 150kg をね、先週の時点で 102.8kg にしたんですよ。で、これからあと7、8kg痩せれば目標クリアってことになって、事務所から今日マジで言われた話。その、映画の仕事がデブの 役だからっていうんで、デブの役だから、このダイエットが 95.4kg になったら、4月の10日までに 120kg に戻せって言うんですよ。おーいーおーいーよーいーよーおーいーよ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 ー今のはね、機械だを操る笛なんだけどね。あのね、これ真面目な時で久々に事務所に対して切れたよ。今週ね、パドック情報も含めて言っときますよ。先週 102.8kg じゃないですか。今週のスケジュールね、さっき TOKIO すごいって言いました。確かに TOKIO すごいですよ。だけどね、それにつけてもすごいよ。もう、それにつけても、もう、それにつけても、おやつはシスコーンですよ。もう、それぐらいもう、すごいぞ。あの、先週番組終わりました。終わって3時に終わって、まあ、大体家帰る6時ぐらいじゃないですか。6時に帰って、火曜日。朝の9時から夜の6時までドラマやって、家帰ってきて夜の7時から8時までプールで、プールの後うちの自宅で今日の新コーナーとかを含めた打ち合わせで、その上このクソバカスタッフどもがよ、ディレクター池田と AD 柳沢がさ、その後俺ん家にフランダースの犬のビデオがあったのよ。見るっつって聞かねえんだよこいつがさ。2時間夫婦水入らずの時間で、フランダースの犬見てさ、で、最初のうちなんかバカにしてんだよ。獣医いいって言うけど、こんなんとか言ってんのにさ、ものの1時間ぐらいでこいつ人ん家ですすり泣きしてんだよ、もう、ディレクター。いくつになったの、池田 D は。おじいさんが死んだシーンのところで、みんな静かで、それまでは、あの、エディ柳さんとか結構アニメとか好きだから、昔のフランダースの犬の頃と比べて、声とかがちょっと違ってるんで、やっぱ20年の歳月ってものはリバイバルでも埋められませんねとか、うるせえこと言ってんだよ、こっちはもう普通に見てて、早くお前ら帰って、俺はもう、スイートタイムを過ごしたいと思ってるのにも関わらず、まして次の日も早いしね、思ってるのにこいつら延々見てて、旦那との愚痴が少なくなったと思ったら、おじいちゃんが死んでネロと別れるシーンの時に、あ、静かだなと思ったら、俺の右後ろの方から、あれと思ったら、ディレクターが27秒なんてナイチッチマイハートですよ。トロロですよ。ね。で、その横のところで AD の柳沢で、目の幅の涙流してるからね。ほいで、これさっきまですっごい嫌なこと言ってたのよ。なんか、あの、なんかこう、もともと30分のやつが何十話もあったやつが2時間になるわけないとかね、何か言うたびにね、あの、犬の絵が情けないとか言ってたくせにね。柳沢、エリー柳沢に、お前泣いてんじゃねえかよって。ねえよ、あんなに大人にならなくても、素直におじいさん行かないでって言えばいいじゃないですか。俺に言えばいいと思いませんかなんて、俺はもう一回見てるからさ、思いませんかって、お前早く帰ってくれと、俺のは帰そうだよと思って、結局君らかで1時ぐらいですよ、夜中の1時ぐらいに帰りやがって。なしかも北海道土産のカニは食う、ホッケは食う、ねえ、本当ですよ、大変な騒ぎですよ、ねえ、うんこは流さない、ねえ、俺の買ったばかりの漫画の本を持って帰る、ねえ、これ1時に帰りましたね。要するに、6時に帰って、このアップス終わって6時に家に帰って、9時からドラマ始めて、最終的に寝る時間とかみんながいなくなった時間が夜中の1時ですよ。で、次の日明けて、朝6時からドラマです、また。で、ドラマあって、取材あって、で、打ち合わせあって、スポーツニュース終わって、帰ってきたの2時です。ね。で、2時に帰ってきて、次の日6時からドラマです。で、ドラマあって、その後山梨にロケに行って、プール行って、帰ってきてまたスポーツニュースやって、帰ってきたの2時です。次の日、8時からドラマです。で、ドラマやって、プール行って、で、バリキンセブンで緑のメイク、特殊メイクをやってんのをやって、緑のメイクを取って、ようこそのペットの国に行って、バリキンの続きを取りに TBS 戻って、もう一回緑塗って、取って、終わって、緑もまた元の色に、肌色に戻して帰ってきたのが12時。
だから、で、次の日も言うともう全然長くなっちゃうんだけど、この一週間、一番ゆっくり朝家を出たのが9時。で、一番早く帰ってきたのが12時ちょうど。このスケジュールですよ。このスケジュールの中、ダイエットしないでも痩せますよ。このスケジュールの中、俺はプールに5日間行きました。ね。で、事務所がかけてくれる言葉は、25キロ太れだ!ね。もうね、もうなんていうの?あの、もう恥ずかしいやら、褒めにしやらね。もう、どうしようもないですよ。ね。100歩譲ってダイエットやめなさいって言うなら、まあ、1000歩譲ってね、万歩踊って、ね、言うのはわかりますけど、ダイエットをやめろじゃなくて、ダイエットはちゃんとラジオの企画だからちゃんとやった上で、終わった瞬間から25キロ太れってことですよ。ね。俺に鉛を飲めと言うのか、ね、羽を生やせと言うのかっていう世界ですよ。まあそういう、全くやる気が起こらないハードスケジュールの中、私やってまいりましたけども、一応今回、もう一応罰ゲーム決まっております。東京都足立のペンネーム何でも食べるから、これすごいです。負けた人は他のスタッフの乳首をチョッパチョッパ吸う。でしかも他のスタッフっていうのはあのじゃんけんで決めろって書いてあるんですけど、一応テープルーレットで、だこれ結構きついんですよ。要するにスタッフ4人と俺1人全部で5人じゃないですか。例えば俺が 1.5 キロやってなかったら俺罰ゲームですけど、スタッフの中で1人当たった人は俺にチョッパチョッパされるわけですから。これちょっと待って、ちょっと本当にあのこの手のハガキが結構増えてるんですけど、これ結構この人他何でも食べるさ、他からチュッパチュッパ系が来てるんですけど、チュッパチュッパ舐めるのと舐められるのはどっちが嫌なんですか？吸う方が嫌で、そうだよね、吸うのは自分の意思です、ゴーサインだもんね。吸われる方は、うわでもな、吸う方味があるよな、味。あでも吸われる方は、でもお前好きでもないやつに性感帯を刺激されちゃうんだよなあ。これでお前あのビーチクでも立った日にはお前なんて言われるかわかんねえぞお前。しかもマイクが拾うぐらいチュパチュパしなきゃダメなんだよ。だいたいさ29ですよ、伊集院光。これ味噌汁に突入しようという向こう用紙ですよ。それが夜中の2時34分にさ、乳首をチュパチュパ吸うのけ、何を言ってるんだ俺は。うわぁ、チュッパチュッパ、吸いたくねえし、吸われたくないですね。うわぁ、誰の乳首が結構やかな。俺はね、あの、一応うちのスタッフ4人います。構成、電車マニア、渡辺、ディレクター、いい年越えて、フランダースニールで泣く、池田、ね、それと、AD、ね、柳沢、ね、アニメバカ1代、ね、それと、あと、見習い、松上。見習い松上の乳首はね、苦い気がすんだよね、俺ね。あいつね。こん中で俺たちあんまり一緒に風呂入ったりとかないじゃないですか。風呂入った後ベッドを共にしたりとかないじゃないですか、僕。僕の仲良しスタッフ。パイゲ濃いやついる?パイゲ。パイゲ、一応パイゲチェックさせて。あ、みんなパイゲないじゃん。たまにひまわりみたいなパイゲのやついるじゃんか。あー、パイゲはな、あー俺やだわ、厚生渡辺のパイ今。こいつやや陥没乳首だもん。吸い出さなきゃなんねえもん。俺のパイすげえ今いいよ、マジで。ちょっとフジテレビのマークみたいに右乳首パイが出てるけどね。うわ。おい、ちょっと待て待て。平均年齢20歳超えてるやつだからみんなでパイ絞り出して何やってんだよ、もう夜中の2時半。まあ一応ね、あのルールもう一回説明しておきますね。先週が 102.8 キロです。で、1週間ノルマとして私は 1.5 キロ痩せなければなりません。1.5 キロ以下の場合は伊集院光が罰ゲームです。ね、その後は別途方式かけるようになってます。4項目あります。1.5 キロ以上 1.8 キロ。ね、1.5 キロ以上 1.8 キロ未満痩せてると思った場合には、ここ、まず、1個目のポイントかけてください。で、1.8 キロ以上 2.0 キロ未満。これが2個目の項目です。で、3個目が 2.0 キロ以上 2.5 キロ5キロ未満で、4個目が 2.5 キロ以上ということで、この全てにかけてもらって当たっちゃった人は乳首をチュパチュパするね。で、当たった人の号令でルーレットをかけますね。これ自分に当たることもあるよね。自分に当たった場合は自分の乳首チュパチュパするんですか？それ無理ですよね。俺太ってる頃できたけどね。もう一回まあ再度回すということでしょうがないですね。わかりました。だと1グラムも減ってなければ企画が終了ということで、この時点から僕は25キロ太りにかかった上に5万円企画費を出さなきゃならないということですね。さあ、それでは行きましょう。先週罰ゲームは、構成渡辺どのゾーンに 1.5、1.8。 おー、あ、このスケジュールを加味した上では
多分ここはないだろうということですね。渡辺が一番最低 1.5 から 1.8 のゾーンにかけました。さあ続いて、その前の罰ゲームに遡ると、ディレクター池田 2.5 以上、ディレクター池田行きました。あのスケジュール、まあそうなんですよ、池田はそのあのディレクター池田はそのフランダースの犬を見に来た時に、俺は実は北海道土産のカニをかなり食べてるのを見てるんですよ。その食欲を見てるんで、もしかしたらこう言ってる可能性ありますね。さあ続いて、柳沢、AD 柳沢 1.8、2.0、 柳沢。さあそして残る松上が、アルバイト見習い松上が、2.0、2.5。俺これどこ行ってほしいかな。でもこのメンバーの中で誰に座れたいかって言ったら、俺そうだな、池田さんに座れたいかな。何がかななんだよかなじゃねえっつんだよな。でも誰の吸いたいかって言えば池田さんの方が吸いたいかな。さあうわ俺これもうのんのきょすげえやだ、のんの前だしルーレット前だ。さあ体重測定スタート。だいたい先週の時点で体脂肪率が 21% なんです。これもう成人男子の平均ですから、そんなに痩せるもんじゃないんですよ。さあ全裸になりました。毎週毎週全裸になってきました。さあ計測。ほうほう、結果が出ました。体脂肪率 18.5。 うわ俺やばい、筋肉質の人になってるぞ。体脂肪率 18.5 って言ったら20が平均だからね。体重100、ジャストマイナス 2.8。 スパチパするのは池上。さあチュパチュパするのはいけない。笑う、あのムエタイボクサーみたいな顔でチュパチュパすんだ。いやでもまだこっちと待って、全然スタッフ安心できないのは、俺たち罪ないじゃん別に。もうだって当てて、当ててってか外してんだからちゃんとダイエットも俺してるし、チュパチュパされる可能性あんじゃん俺ら。やばいよな、絶対やばいよな。だってさ罰ゲーム2人いるようなもんじゃん5人中。あ、いけない、開き直ってます、すごい開き直ってます。チュパチュパしたろうじゃねえかっていう顔してます。俺絶対やさ、なんかいやいや、もうあんたあんたの責任でなんならしょうがないだろう。100キロちょうど 18.5。 嫌な顔してチェじゃないよ。そうやってね、新婚家、まあ、1年半といえば新婚家庭にね、な遅くまでいるからそういう目にあるんですよ大体。通報ですよね。通報よ。ねえねえねえ、できれば誰のが吸いたい？できれば。なんかまあしょうがないじゃん。絶対じゃ、例えば自分がもう無人島にいて、もうこの5人しかいないのよ。でも誰か吸わなきゃいけないってどういうシチュエーションだよそれよ。だからもう自分がもう無人島にいて、もうこの4人もうなんか栄養とかで死んじゃう。でもこの4人の全員母乳が出るってなったら吸わなきゃなんないじゃん。じゃあ柳さん、あ、AD 柳さん、あいつら怪しいと思ってたんだけど、遅くまで2人でなんかな、お弁当とかあーんとかさせ合ってるしな絶対な。じゃあ一応テープスタートストップを、ルーレットスタートストップを池田さんの口から言ってください。ルーレットスタート。いや、したねえって、したねえ、絶対来たねえ、絶対来たねえって、絶対来たねえって、お前ら絶対細工してるって、来たねえよ。座れて座れて。なにお前は。だいたい池田 D、 池田 D、 うわーって言うから来んな。とりあえずみんなに押されてくるとか、うわ。ごめんごめん、俺マジでおっぱいだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。俺マジでごめん、もう、俺ね、すごいくすぐったがりでね、うわ、まだ、くすぐったがりでね、自分の前でくすぐるふりされてももう笑っちゃうね。お前
なんで夜中の苦そうってね。やめてください、営業妨害なかんだ。俺はタレントとして乳首が苦そうっていうだけで CM とか減るんだから。ちょっと待って、うん、や優しくしてね、カブの出すからね。俺らアホかもう。二水やがね、キマジパだからね。ちょっと待って、ダメだ、この人が真面目な顔をするほどすごい。俺本当にダメだよ、マジでさあ言ってくれ。ダメだ、ごめん、本当にヤバい、ツボ入ってる俺。汚ねえな、もう早く早く。俺ダメだ。首勝手じゃなくてくすぐったいところ全部ダメで、どんなにエチーなことになってもくすぐったいようなことをされるともうダメなのよ。そういうのってさ、女の人ってさ、例えばエチになる前の体勢のところでたまたまもう例えば耳に息吹きかけるの絶対ダメだからとかやられて、一回ゲラッと笑うと、女ってそういうサディスティックなもんで絶対冗談含めてじゃれようとするんや。まあ、そんなのだったらダメだもん、もう。ゲロ吐きながら怒るもん。笑いながら、笑いゲロ、お前、やめてくれ、ほら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 、って言いながら、吐いて、その後切れて帰るっていうパターンだから。ここでお知らせ、何がお知らせだ、師匠の野郎。乳首苦がられてたやつが。3月31日の生放送で、伊集院光る 95.4 キロ達成記念イベントを行うということで、もう会場を取りました。話が違います。だってこれって元々の企画、これ企画表あるけど、半年の予定だったら5月5日になりゃいいわけ。消すな今。だってあと3週になってんじゃん。え、今日がこれだから1、来週再来週次でしょ。うっそ。おい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 、俺はいいよ。もし俺が一人娘だったら親切れとるで今頃。乳首は吸われてもてあそばれるわ。勝手に痩せる規律は決められるわ。残り3週で 4.6 キロ減量できない数字じゃないか。できない数字じゃないけど、毎週 1.5 キロ 4.5 できない数字じゃないけど、俺にとって得何もないじゃん、これイベントがやめると。はい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 、わかりました。お知らせ、これこの部分を読ませていただけばわかるようになってるんですね、私ね。このイベントに50名のリスナーを招待します。ただし公開生なので、3月31日の夜11時に来て、次の朝の5時まで TBS にいてもいい人で、20歳未満の人は親の許可が必要ですね。親の許可ってのはどの程度までいきますか。親が文面で許可しますっていう文面を書いて、ちゃんとハンコを押してくれる承諾書と、これこれこの期日にこうやって TBS に行ってもいいことになってますっていう承諾書が必要です。あ、もうこんなんやりたくないんだよね。でもこれやらないとね、何かと叩かれる TBS ですからね、あかんですからね。必要です。で、あとさらに当日は全員参加の罰ゲームの賭けがありますんで、もちろん俺が行ってなければ俺になるし、罰ゲームを受けてもいいという人ね、この項目に当てはまる人に限りますとね。ちなみに罰ゲームの方はいつもスタッフもしくは伊集院がやってる罰ゲームの 1.5 倍程度の軽いものになってるということで、重くなってるよ。重くなってるよ。で、生放送終了後に一応お楽しみイベントっていうか、まあ、いつも恒例ですんで、朝5時まであの放送もないようにさせるのは何ですね、何かしらをちょっとやりたいと思ってます。イベント参加希望の人ははがきに住所、氏名、年齢、電話番号と、こんな罰ゲームをやらされそうだという予想、いいものがあったらそれさせます。郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス、イベントの命はヨーグルトの湯の係まで、送ってください。はがきの締め切りが21日金曜。
21日金曜なんで、あのじっくりと親を説得してください。まあ春休みやることはねえやと、やることねえから塀でもぶっこいてぶんぶくれて寝るかっていう人はですね、よかったら僕のこの痩せたボディとたるんだ皮、それとチュパチュパしてもらった右乳首、見にですね来てね。TBS 地下室いっぱいに咲き乱れる春菊、そして伝説の鍋将軍ボブ、ルイネさんはボブのコーチで 3A に上がることができるのか。次回キャッツアイレナウン大作戦、ご期待ください。日本一短いデブへの手紙。でもさ、女ってさ、漏れなくさ、あの赤ん坊生まれたらさ、2歳半ぐらいまでチュパ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 毎日されるわけでしょ。うわ、俺よく男でよかったよ。俺女だったら多分赤ん坊生まれて1週間ぐらいでおかしくなってると思うよ。よだれ止まんなくなってると思うよ。さあ、日本一短いデブへの手紙、どうでもいいから面白いこと書いてくれればいいってことなんです。神奈川県キャッツ&ペイロー、銭湯で富士山の代わりに書かれたら嫌な壁、ジーパンの殉職シーン、ボキールをケツに当てがう小学生、ジーパンのちょうど足をこう内股に曲げてフラフラしよちよちしながら、なんじゃこりゃの子のところ、ペンネームダメ人間、黒ひげ危機一髪に続く新しいゲーム、撫で方風林火山わしばな爆破計画わしばなのこうボツボツのあるわしばな、あの芥川龍之介の花っていう感じのわしばなに爆竹を刺していくのよ若ハゲ主人にクリーンだゲームじゃねえじゃねえかよペンネームマリポーサ、肉まんの中に入っていたら嫌なもの、あったかい肉まんパカッと割いて出てくるもの、肉まんのせいしかも中途半端な願い叶えてくれるんだよねメガネを2割引きにしてくれたり、すごい中途半端な肉まんのせい札幌ペンネーム青みどろ、ジュディ・オングの見せられてのサビでジュディ・オングが腕を左右に広げるに変わるパフォーマンス、ウィニハレホレヘーとね、怒涛の黒乳首から左ポタージュ右ラー油をピューピューてのサビでジュディ・オングが腕を左右に広げるに変わるパフォーマンス、顎でやれと指令、部下らしきおっさん苦しい表情を浮かべながらおこちんに結ばれている重りをゆっくり上下だペンネームカニベース、ドラえもんの映画のサブタイトル、ドラえもんのび太と三大成人病ペンネームスカイフォークの里中ちゃみ、風が吹いてからお部屋が儲かるまでのプロセス、風が吹くスカートがめくれる、スクランブル交差点に亀田小僧集合、交差点亀田小僧で埋まる渋滞、渋滞すると車に乗ってる人がトイレに行きたくなる、でもトイレはない、失禁する、腹いせに風呂屋を襲撃、桶が壊される、新しく買うために桶やビルが建つ腹いせに風呂屋がわかんねえ、風が吹く雨も降る、雨は夜更け過ぎに雪へと変わる、きっと君は来ない、雪は降る、あなたは来ない、いつも私が待たされた、洗い髪が芯まで冷える、小さな石鹸カタカタ鳴った、若かったあの頃何も怖くなかった、ただタイガージェットシンがサーベルの先っちょで相手を刺さず、グリップの部分で叩くだけなのはなぜ、なぜの嵐、吉沢明恵、おけやが儲かるプロセスじゃねえじゃねえか全然流行りそうだな、風が吹いたらおけやが儲かるシリーズはな
駆逐艦冬月改め駆逐艦綾波。プロレスでレフリーがカウントを取るときマットを叩かずにやったら嫌なこと。耳を400回甘噛み。でずっとやってんの、誰が数えてる。ペンネームはおみどろ。綺麗になるの何、やめなさい、ガラガラガチャ。ただいま、誰、ナオミサガラよ。父万感の思いで射殺。サガラナオミ見ないでテレビでね。ラスイチ青みどろ札幌。毛利元就が3人の息子に結束を死後も続けさせるためにやっていたら嫌なパフォーマンス。よいか、艦長を1回プスッとやられたら、プスッ、ひ、てめえ何すんだ。まあ、このように反撃を食らうが、3回連続だとプスプスプス、しばらくの間全身鏡の前でケツマの被害の確認をするが、やがてそれが初めて見る自分の肛門にドキドキと溢れる胸騒ぎで自分が干潮されたのを忘れ結束するじゃろ。じゃろじゃねえ。郵便番号 107-06 TBS ラジオ、伊集院からのアップスに日本一短いデブへの手紙の代わりまで待ってます。皆さんに、募集しました、映画ね、犬の交尾100体のですね、フランダースの犬のチケットプレゼントなんですけれども、4号漫画を書いて、くれた人の中から5名ってったところ、一応名前だけ読んどこうかな。ペンネームスカイフォークの里中チャミ、ペンネーム猫ババ、それからペンネームはない根本隆俊、それからラジオネーム伝言版同好会キット、それとペンネーム、きなこぐま、この全部で5名の方にプレゼントチケットの方をお送りしますんで、楽しみに待ってもらいたいと思います。それから、今日の MVP はがきは、ペンネーム何でも食べるの